よろしくお願いします。はい、どうも徳永さん、よろしくお願いします。頑張りましょうかね。あんなに熱いメッセージソングをね、はい、高田から述べられた漫才のやつらに、ちょっと僕泣きましたから、すみません、びっくりしましたよ。頑張りましょう。そういえばね、最近腹立つことがあってね、はい、あの隣の映画でピアノ買ったりして、ピアノ買った、うるさいの夜中が、夜も聴くんだね。そう、じゃあその一言言いたい。あ、いいですか、今日は。ピアノは時間を考えてから弾けと言いたい。いいね、時間が弾けと、ね、腹立ってるから。ちょっと俺も腹立つことあるから。何、ちょっと言っていいですか。はい、どうぞ。この前ね、街中歩いてたら、高校生のカップルですよ、まだ若いの。ほうほうね、街中で歩きながらだよ、男子高校生が女子高校生のさ、うっぱいやうっぱいやさっぱいしてるわけでしょ、これは。これなんだかおかしいだろ、って今の高校生進みすぎでしょ、って俺も言いたいですよ。 お前らは苦味だから、それは吉田、お前らは何、吉田さんのは悲願なんですよ。いや、怒ってるんだ。僕はこうピアノ弾くなんて怒り、あなた悲願です。怒りですよ。いやいや、それは女の子にそういうことされてきてないから、そういう羨ましいだけだから、だからちゃんとモテるために努力してきたって、そういう話です。だからお前防災付けに火つけられたことあんのか、お前は。何をおっしゃってんの。お前は学生時代に防災付けに火つけられたことねえだろ、だから俺の気持ち分かんねえだろ、してんだお前はよ。防災付けに火をつけられた。自分を守る最後の砦に火がついてんだぞ、お前。それを防災する何かくれやっていう話になってくるだろ、これは。何も言ってないですよ、俺。いじめられてるの。いじめられたら自慢なの、何や。家族5人全員背が低いから、なんてあだ名ついたと思う、俺。なんて覚えとけ、ファイブミリアかな、お前。すごいな、選手すげえな。かわいそうだろ、俺は。お前なんか自慢してんの。自慢してんじゃねえ、憤りをこれお前に言ってるんだろ。憤り、ひがみだから、羨ましくてそう言ってんだよ。お前はモテようと努力してないから、お前が悪いんだよ。お前が今年いっぱい忙しいと女の子にメールで言われたことあんのか。どういうことだから女の子に今度飲みに行こうってメールして、今年いっぱい忙しいって言われたことあんのか。それ何月。6月だと思う。すごいな、お前。すごいな。下半期絶望だぞ、お前。どこ行くの、何だったら、あっちこすんの。軽いトラウマだぞ、お前。何だろう、それ。軽トラだと。乗用車だから。乗用車だから。乗用車見たく言うんじゃねえよ。いや、だからその妬みが出てるんだよって言ってる。メールを見てくれならまだいいよ。だけどメールを開いてくれない女の子もいた。メールを見ただけでなんか消してた人もいた。俺は言い換えて言うなら、夜祭り食べたみたいなことだからな。ヤギみたいに言われる。ヤギみたいに言われるもんだから。ヤギみたいに言われる。だからお前みたいな顔を整ってやつの俺の気持ちは分かんないだろって言ってんだよ、お前は。分かるよ、それ。だお前コンパに行った時には俺の両隣がイケメンだった時に異物混入って言われた気持ち分かんのか。出てくるな、お前な。ペヤングにおけるゴキブリみたいな扱いになった気持ち分かんのか、お前。ゴキブリなの。違う、お前。女の子に俺いくつに見えるって聞いたら、見たくないって言われた気持ち分かんのか。どんどん出るな、お前は。いじめられてた時サンドイッチの間に砂入れた気持ち分かんのか、お前。サンドイッチだぞ、お前。じゃあ、あんたそれ妬んでるからダメなんで、触られた。俺が言いたいのは、女の子の体はピアノなんだよ。どういうこと、分かるか。女の子の体に触った時いろんな音がしてたろ。この辺触ったらドンミンミンみたいな声出してか。飛ばせやつリッファッファみたいな。だから俺が言いたいのはお前と一緒。せーの、せーの。ピアノは時間考えないから弾け。お前は意味が違うんだよ。